モザンビーク国防軍は、1992年に、集結したモザンビーク内戦中の党派から1994年8月、半ばに創設された。新たな軍事組織は、国際連合モザンビーク活動が議長を務める、委員会、ザ・コミス・オ・コンジェンタ・パラ、A ・エフォーマス・オ・ダズ・ファーソス・アーマーダス・デ・デ・フェザ・イ、セグロン・ザ・デ・モーサンビックによって創設された。2008年3月20日、 ロイターは、デブーザ大統領は、軍の司令官と副司令官であったラゴス・リディーも、中将を罷免したと報告し、彼らに代わって、パウリーのマカリンゲを、防衛軍司令官に、オリンピオ官房名を副司令官に任命した。最初の3つの不評大隊は、植植植、クアンバ、ケリマネに駐留している。また、ブラックアフリカ諸国の中でも、元帥の階級が、 現代まで存在していた数少ない軍隊でもある。これらの装備は IISS のミリタリーバランス2007年版によって推定されたものである。モザンビーク軍の装備の有用性は水準の10%かそれ以下である。モザンビーク空軍のラウンデルはモザンビークの国旗を元にしている。モザンビーク空軍はまず国軍の一部であり、1985年から1990年までは、 人民解放空軍として知られていた。モザンビークの歴史により、空軍は歴史的にかつてのポルトガルの航空機を使用し、独立後の1985年に創設されてからは、キューバとソビエト連邦の支援を受けた。それゆえに1990年に内戦が終結するまで、政府の支援のためにソビエト製の航空機が流入した。 内戦終結に続いて政策が西側的な経済政策に変更されたため空軍へのキューバの支援は減少しベーラ、ナカラ、ナンプーラの三大主要基地で多くの航空機は破損状態となった。ファムは現在事実上の象徴的戦力であり防衛費はモザンビークの国民総生産の1.5%にまで削減された。ありがとうございます。